タジアムは多くのサポーターによって盛り上がりを見せています。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。まずはこのゲームの入り方ですよね、はい、立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと展開できなかったりミスが出たりとかしますから ね自分たちのペースに持っていくための入り方を意識することが大事ですよね。まずはこのゲームの立ち上がりです。大きく縦へのアーチ、いいプレッシャー、縦へのボール、これを拾いたい、柔らかいボール、狙う、エクダル、サイドになります。今日はまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。ここでファールがありました。さあ誰に合わせてきますかね。もう一度セットプレーのチャンスになります。ここ拾って次につなげたい。ボールが迫る、抜けてくる、アンデーロ、いやー今のは北澤さんファインセーブでしたね。いやーそうですね、落ち着いて処理しますよね。いい判断ですね。この選手は北澤さん、ドリブルがうまいですよね。そうですね、個人で1枚剥がせるのは相手にしてみれば怖いですよね。もう一つ前に行きたい、プレッシャー、ジエリニスキ、さあ右サイドから上がっていく、抜けてくる、さあシュートに行くのか、シュート止めた、大きく縦へ、オナウド・ビエイラ、長いボールを送ります。グラム、グラムから大きく前線フィード、ここで前半が終了しました。まだスコアレスです。北澤さん、前半振り返って一言お願いします。アウェー側としてはよく動けた印象がありましたね。特にディフェンスに関して言うと早め早めに寄せて相手はチャンスになる前に潰してましたから、守りの面では特に問題なかったと思いますけどね。0対0のまま折り返します。後半見ていきましょう。アウェー側としては攻撃の形はできてますから ね後半も続けていきたいでしょうね、はい、カジェホンから中へ、ボールはクリア、アウェー側今日勝つとその連勝の数をまた一つ伸ばします。そうですね、ここしばらく調子いいですからね。今日も勝って次へつなげた、ロサーゴやはり期待に応えてきました。シュート前の一歩で勝負あったか、キレのあるスルーパスからの一発。そうですね、スルーパスを出した選手からのメッセージ、決め
てくれっていうようなメッセージをしっかり受け取ってのシュートですよね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。一旦主導権を握った形になりますけど、はい、まだまだ何が起こるか分かりませんよね。そうですね。グラムからアーチのようなパス、サンプドリアがここで選手を変えるようです。ロングボールを縦に送る、アラン、サイドを使います。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。まあ選手交代したりプランを変える時間帯といえますから、相手にしっかり対応して失点しないことを気をつけたい状況ですよね。サンプドリアはこれで交代枠を全て使い切りました。長いボール縦へ、右サイド上がっていきます。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。さあボールはメルテンスへ、追加点には至りません。いや決められてたらかなり苦しい状況になったところでしたからね。キーパー素晴らしいセーブ見せてくれましたね。フリーで受けるサイドへ、チャンス来た、ちょっと伸びてしまいました。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうという感じ出てますよね。時間かけずに攻めたいですよね。ムッドが縦に長いボール、レフリー試合終了のホイッスル、1対0勝ちました。見事